どうもこんにちは、ライム TV のライムです。今回はザ・クルーでドライブやっていきたいと思います。使っていく車がクライスラーの300のなんだっけなんかですね。はい、300、じゃあこれフレンド3、ちょっと待って、300のクライスラー、2013年モデルのクライスラー300の SRT ですね。 SRT8 かな。さあ使っていきましょう。で本日の目的地がですね、原子力発電所だ。うん、原子力発電所を見に行きましょう。よし、行くぞ。すいー、ほい、来た。行きましょうか。まあ今日もね、のんびり、走っていきたいと思います。まあ動画のタイトルは多分、高級車で原子力発電所を見に行ってみたみたいな感じの動画になるだろう、きっと。高級車特有のね、この時計がついてるっていうね。うん、いいね。動かないんだけどね、多分ね。あぶね、前を見てなかった。急ブレーキになってしまった。なんかあれだな、最近。動画のタイトルを決めてから動画を撮ることが多くなったね。うん、あんまり良くないんだよね、実況的にはね。もっと行き当たりばったりの方がね、面白みは出ると思うんだけど、なんか、最近あんまそういうのがね、ないな。うん。まあ、ザークルも100本以上撮ってるからな、多分な。100本以上は撮ってないか、でも100本ぐらい撮ってんじゃない動画。まあ、数えたことないからわかんないけど。なんでね、あんまりネタがね、だんだん最近なくなってきたっていう。まあ、行ってほしい場所とかあったらリクエストでぜひともいただければね、アメリカ国内でしたら、まあデフォルメだけどある程度再現されてるらしいのでね。まあザクルーで。まあなんかリクエストがあれば、ぜひぜひ。まあなければ、また自分がね、次回もなんか考えて、やっていきたいと思います。ザクルー2が延期になったからな、発売な。若干やね、こう頑張んないといけないんだよ。本当はもっとね、ザクル2を、がまた3月ぐらいに出るって予想してたから、3月だっけ、だから。っていう予定だったんだけど、なんか延期。3月だったっけ違うか。あ、3月だったっけ最初。わかんないけど、なんか、そんぐらいって話を聞いてたんだけど、延期したから、まあちょっとね、もうちょい今年は頑張んないといけないなっていう感じだね。ちなみに、あの、2018年は編集した動画を増やしていくっていう方針、なんですけども、ザクルに関しては、まあ編集なしでいこうかなと。まあやっぱりあの今までのスタイルをね、こうずっと、まあ続けていこうかなと。まあドライブ動画なんでね、編集するよりはもっとのんびりダラダラ走っていこうっていう感じの動画にしていこうかなと思ってます。まああとはラジオ的な感じにしてもいいかもな。うん、ネタがなくなってきたら。あ、まあゲームのネタがなくなってきたら、まあ走るとこはもう適当にして、あとはむしろ話の方の内容を充実させるっていうのをラジオ動画みたいにしてもいいかもしれないな。その辺はまた今度決めよう。さあ、原子力発電所を見に行くということで、まあ原子力発電所っていうとね、まあニュースとかでもよく出てきますね。あんまりあれだね、なんだろう、いい話はあんま聞かないね。まああの福島の原発って言われてるあれですわな。あれを今回は見に行くというそういう企画でございます。ただまあ原子力発電所は普通に事故とかなければね、あの何ともないんでね、近づいても問題はない場所なんで、まあなかなかあれなんじゃないか。自分はあんまりね、原子力発電所とか行ったことないから分かんないんだけど、やっぱりあれなんかな、なんか普通の発電所と違ってなんかそこで働く人の人数とかも多いのかな、どうなんだろう、その辺ちょっと分かんないですけどね。今日なんかフラフラ運転だな。よいしょ。リミットが50マイルですね。ちょっと車間もうちょい開けた方がいいか。まあ基本もう前の車についてけば大丈夫。うん、道は。まあ前の車がスピード違反してたらそれはそれでダメだけどね。さあ残り5キロですね。このクライスラーはね、速度出したこともあるんだけど、結構速いんですよ。うん、結構というか、すんごい速いんだよ、これ、最高速度は。ほんとね、びっくりするんだよな。ちょっと抜かしてみようか。めちゃくちゃ速いでしょ。ほら、もう200キロ。すげえ速いんだよな。モーテルだ。
道端にあるホテルだわな、アメリカビジネスホテルみたいな感じだな。なんだろうね、なんかね、最近話すことがなんもないんだよね、ザクルって。昔はさ、もっと、なんかいろいろ話してたんだけど、なんかもう、ネタがないんだよね、ほんと。ザクルは好きだけど、ネタがない。おー、なんか出てきた、なんか出てきた、なんだ、なんだ、なんだ。グライダー？なんか飛んでたね。なんだろうね。なんかオープンワールドのドライブゲームがまた出てほしいですね。もちろんさ、毎年っつかね、2年に1回フォルツァのホライゾンとか出るし、まあ、ザークルーも、もうじきっつってもまあ、何月になるか分かんないけど、まあ、2が出るし。で、まあ、この先いろいろ出てくるとは思うんだけど、なんかもう1シリーズぐらい出てほしいな。ヨーロッパ走りたいね、やっぱりドライブね。あとはフォルツァのホライゾンもなんかまた日本になるみたいな話が、噂がちょくちょく出てるんですよ。ホライゾンの次なんだ、4か、日本になるかどうかみたいな話がちょこちょこ出てるんだけど、まだわからんな。あくまでまだ噂だからな。まあどちらにせよ E3 は6月か、半年後なんで、まあ気長に待とうやって感じだな。E3 ってアメリカのあの、まあ、なんかゲームのお祭りみたいな、ゲームの見本市かな、まあ、まあ、そういうのがあるんですけど、まあ、そういう、それで発表されると思うんでね。まあ、毎年そうだからな。まあ、東京ゲームショーのアメリカ版みたいな感じだな。E3 っていうんだけどね。毎年フォルツァの新作がそれで発表、そこで発表されるんで、その会場で。だから、まあ、今年も多分そうなるでしょう。6月、毎年6月だった気がするので、多分今年も6月だな。6月発表だと思うぞ、フォルツァホライゾン4は。さーて、もうすぐかな。ちょっと夕方になってきたのかな、これは。夕方だろう、きっと。きっと夕方だ。また飛んでる。なんだなんだなんだ。これなんだ、これ。これこれこれ。消えた消えた、どっか行っちゃった。なんかいたんだよな。消えたぞ。さて、見えてきたかな、あれかな、遠くに見えるあれかな、発電所は。原子力発電はね、あれですね、まあ、リスクは高いね、確かに。事故があった時のリスクは高いね。まあ、環境には優しいんですよ。CO2 はあんまり出さないから。優しいって言われてるんで、一般的にはね。まあ、それ建設中とかのやつを除けばまた別だけど、建設中に、その、建設機材、建設、するためのなんかそのトラックとかそういうのが出す CO2 はまた別だけど、発電中はあんま CO2 出さないから、基本的にな。だから火力よりもクリーンだとは言われてるわな。ただまあ事故があった時は危ねえよってやつだな。それが原子力発電所だ。さあ到着しました。見えない、これあれだな、近づきすぎると分かんねえってやつだな。よくあるよね、東京タワーとかさ、真下行っちゃうと全体がさ収めらんないじゃん。だからちょっと遠くから撮った方がよくわかるんだよ、写真とかだとね。そういうもんなんだよな、大きい建造物って。そういうもんなんだよな、あんま近くに行きすぎるとさ全体がわかんないっていう、ね、いやよくあるよね。ということで、じゃあこの辺から、このアングル、おお綺麗だね、綺麗じゃないか、いいじゃない、綺麗だけど、なんかあれだよね、発電所がこううまくさ入んないんだよね。だそれを解決するためにあれだな、ちょっとカメラのこの FOV を変えるわけだ。どれだ FOV、 どれだ、
これか。カメラの FOV を変える。ちょっと待ってくれ。こんな感じにするとほら発電所もしっかり映るよっていう。で車もまあある程度大きめにが画面内に入ってくるよってますな、うん、そんな感じだわな。あんま写真とか勉強したことないんだよな、言うて。自分でこうなんかゲームやってるうちに覚えてくるからさ、こうするとうまく撮れるよみたいなのは俺知らないから、正直ね、自分でも写真のセンスはないなと思うけど、まあ、でもこういうまあやり方をすると遠くのものも大きく撮れるぞ。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ライム TV のライムからお届けしました。次回もお楽しみに。